日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本萌です。今回の理科ルタは中学3年、発電所の原理、カーをお送りします。読み札、火力、水力、原子力、長所に短所はそれぞれに。火力、水力、原子力、長所に短所はそれぞれに。ここではですね、タービン、水力発電では水車ですが、このタービンというものを、水ないしは水蒸気で回して、発電機を動かすという、そういう仕組みになっています。格言、努力は人よりも続けられる人は必ず成功する。はい、こちらを見てください。はい、原子力発電や火力発電、これは水蒸気をタービンに吹きつけて、タービンを回すことによって、発電機を回して電気を作る。水力発電の場合には水でタービンを回す、水車を回して、電気を作るということですが、まず水力発電ですが、二酸化炭素を出さないが自然環境を破壊するという、ダムの水、位置エネルギーを運動エネルギーに変え、それを電気エネルギーに変えている。火力発電の場合には二酸化炭素を出して、温暖化の原因になるので問題とされます。石油などの化学エネルギーを熱エネルギーにし、それが運動エネルギー、さらに電気エネルギーに変えています。原子力発電の場合には二酸化炭素を出さないが放射線の心配があると。福島県の原発事故は、それを物語ってますが、これは核エネルギーが熱エネルギー、さらに運動エネルギーになり電気エネルギーに変わっているということです。この原理ですが、コイルのそばで磁石を動かすと電気が生まれるという、これ電磁誘導、この電磁誘導の原理が、発電機やモーターに使われているということです。発電の原理は今から100年以上前に発明されました。自転車の発電機もそうです。はい、火力、水力、原子力、長所に短所はそれぞれにということで、火力発電所、水力発電所、原子力発電所の原理についてお伝えしました。